おはよう。もしもし。あのチンチンボーイ。おい。エロいエロいエロい。日本について面白い一番面白いことは何ですか。セーフフレンドね。セーフフレンド。います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 。チャンスがあったら絶対に日本聞いて。あの日本の生活はどうと思ってますか。あ、生活どう。不自由。ビッグディンク持ってる。おい、すごいね。でもそれは内緒です。日本人が結婚してない人は増えている。それはどうと思ってますか。できたら私にもお願いします。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。安定したいな。チルソ。何、ごめんなさいね。チルソ。タリバ。おい、すごいすごい。もう一回お願いします。ゲッチャー、ティクチャー、一緒に三ペ、三ペはどう？三ペオッケー、三ペオッケー、おはよう、もしもし、日本について面白い一番面白いことは何ですか？日本はやっぱりアニメが一番、アニメが一番強くて、おすすめのアニメはワンピースです。そう、皆さんが。何やろう、日本の面白いところ。ご飯が美味しい、ご飯美味しい、ご飯美味しい、お寿司がおすすめで、お寿司おすすめ、トモさんが白米音楽、ああ確かに、日本で名前の後ろでそのさんさんと使っていますね、うん、それはどうですか、どうと思っていますか。なんで名前の後ろで、うん、例えばイビカさん、ミナさん、トモさん、それを使っていますね、うん、そのさんはどうですか、めんどくさいじゃないですか。めんどくさいですね。めんどくさい。あだ名とか短くしたら、そうそうそう、ヌーちゃん、ヌーちゃん、ヌーちゃんって、ね、私も聞こえたことがある。でもみんなさんが大体ほとんどの人が、うん、日本でその挨拶はめっちゃ好きじゃないと言われています。挨拶、そうそうそう、あまり好きじゃない。そうそうそう、それはちょっと面倒くさくなっていると言われてます。めっちゃちゃんと上の人に対してね、けへんかもしれない。相手を尊重する文化があるって、日本には。まだいるかんまずいな、あぶかんじしるさ、サブサーティーやろいな。私の友達です、皆さんが。でもみんな優しくて親切な人ですから、仕事もめっちゃこっちは面白くなっている。ほんまにほんまに。今おいでいな、ラティゴーコディサーボジシェクエナトロボニトロボニクイニダセニゲスナーカプレッソエナカミストモナガセゲパニカデジュスカデエナオキカニエナアミチンチンボーイ。おいエロいエロいエロい。セーフフレンドおるね。セーフフレンド、いますいます。おいいますいますいます。紹介してくれる。嫌です、穴兄弟なりたくないです。でも俺がなりたいです。いや、なりたくないです。なりたくない。一人でだけやりたい。一人です。それはやばいね、めんどくさいね。一緒に三ペ、三ペはどう。あ、オッケーオッケー、三ペオッケー、三ペオッケー。もし時間があったら次三ペにしよう。いいよ。ほんまに嘘じゃないです。そう、ディール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 は次にもちろんしようということ。ディール、英語でディール、ディール、ディール、オッケーね。Okay. エッチしたことある？いえ。ある？いえ。おお、何回？何回？一回。一回だけ？うん。その後やってないです。やってない。やりたい？やりたい。そうですね、俺もやりたいね。でも悪い悪い悪い。でもサブさんが昨日やってきたね。やってきたね。昨日エッチしてきたね。昨日。昨日。ありがとう。いいね。これはビデオ。あ、ビデオ？ YouTube。世界中の日本、日本の世界中。あ、日本の世界中どうですか？最初は難しいですけど、日本語とかまだわからないけど、今はもう慣れた、とても楽しいや。さ、楽しいね。ご飯とか、うん、アニメとか。そうそうそう。めっちゃ、美味しいと、めっちゃ楽しいや。あ、そうですね。皆さん、チャンスがあったら。絶対に日本聞いて。あ、そうですね。いいね。いいね。メロサーティーな。私たちは友達です。めちゃくちゃ優しくて親切な人です。私が仕事が分からなかった時、いつも教えてくれるので、
とても嬉しいです。ありがとうございます。いいよ、待ってね。はい、あの日本の生活はどうと思っていますか？あ、生活どう？不自由がなくて結構生活しやすいと思ってます。しやすい、生活しやすい。難しくない？難しくない。ほんまに？本当に。あのでも最近日本人が結婚してない人は増えている。それはどうと思ってますか？リオは？いや別に何とも思わないな。したかったらするし、うん、はい、したくなかったらせん。でもリオもありますね。外生活は高いですので。生活費？そうそうそう、確かにそれはそう。確かにそれは。だからお金がいっぱい必要だから、そこはちょっと。そうそうそう、うん、結構考えてる。将来どんな仕事に就こうとか、うん、今後のキャリア、どんな仕事についてどうキャリアアップしていくかみたいなのは結構最近考えてるかな。あでもあのそれだけじゃなくて、もし、うん、結婚した後、うん、子供も生まれるね、うん、子供が生まれたら、うん、子供の生活、うん、子供の世話をするのも、うん、もっと困りますね。困ります。難しくなります、ね、難しく。それで結婚していないんですか？いや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない、うん、でもそのこと言われる人も多いです。あでも俺はそんなことよりもうちょっといろんな旅行がしたい。旅行、子供ができちゃったら子供に時間割かれちゃうから、小学幼稚園小学校に送ったりとか、うん、運動会見に行ったりとか、そういうのじゃなくて俺はもうちょっと自分の時間を大切にしたい。うん、まあでもね、やりたいことがまだある、残ってる。ビビカさんが結婚したい？うん、結婚したくない。まだまだしたい。まだしたい。まだまだ。まだまだ。人の理由で、うん、皆さんが大体あの自分の好きなことだけやりたいですから、そうそうそう、結婚してないんですね。そう、うん、俺はそう。みなちゃんは？え、でもそうちゃう？皆さんが。そんな感じやと思う。皆さんも結婚したくない？今はしたくない。まだまだ。今はまだ。結婚しないで、セーフフレンドは。ああ、そう。そう。そう。アイムチンチンボーイだから。おい。すごいね。皆さんのセフレ乗る？あ、おらおらおら。本当あれ？惜しくない？本当かな？多分いる。惜しいね。多分いる。可愛いですから。多分います。多分いますね。います。でもセフフレンもいないし、うん、あの結婚もしないですから、うん、生活は難しくない。大変だね。大変じゃない。寂しくなりますね。あ、確かに。あの家族からも別々に住んでいるし、うん、一人だけ生活するのはちょっと、うん、寂しいし、ね、寂しいし、ね、寂しいし、ね、いや、それはもう結構セクフレンドがあったら面白くない。面白そう、面白そう。セクフレンドと男友達がいた。そうですね。でも俺が日本に来てから、あの国では全然働けなかったです。そうなんですよ。なんで？両親からあのお金をもらっていたので。あ、そうです。それで全然働けなかったです。日本に来てから一人で生活しているので、うん、ああ、そうそうそう。今夜ずっと夜普通に働いています。それは嫌ですね。いやー、ちょっとでも最近は慣れているので、うん、ちょっと大丈夫です。ああ、大丈夫。よかった。よかった。でもセーフフレンドがあったらいいね。いいね。もしできたら、うん、私にもお願いします。紹介して。紹介します。ね。うん、忘れないでね。でももし紹介してくれたら、うん、あの日比香さんよりも私に嬉しくなるかもしれないです。確かにビッグディック持ってる。おい、すごいね。でもそれは内緒です。秘密秘密秘密です。でもちょっと伝えてみるです。伝えたら、うん、女の子も私が欲しいと言われるかもしれないです。わかりました。はい、じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。ドゥドゥ。オッケー。感謝したいな。シールさ。あに、ロマンさえね、ダブルでさ、文在な。ご飯でごせ。でもさてで、あさに頑張っていい。あに、えいよいな。レッシュの。シールさ。ダニバ？ダニバ。おい、すごいすごい。もう一回お願いします。ダニバ。ケツァ。ティクチャ。ティクチャ。おい、すごいすごい。また。Tata, bye bye.